ワッグルチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。ティーチングプロの石井亮介です。今日はこちら、アイアン型ユーティリティの使い方を取説したいと思います。皆さん興味がおありになるんでしょうか、アイアン型のユーティリティで。今僕が手に持っているのはテーラーメイドさんの新製品です。ステルス UDI と DHY の2機種になります。これはもう見てもらうと分かるんですけれど、いわゆるアイアン型ユーティリティなんていうふうに言われる部類のクラブになります。まあ、この2機種でいうとね、よりアイアンっぽいこう細いモデルと、ちょっとポテッとしている、ウッドっぽい要素の入っているアイアン型ユーティリティという違いになります。見た目がね、かっこいいし、ツアープロとかが結構使ってる、そんなシーンを見て自分も使いたいなと思う方も多いと思うんですけれど、ウッド型の、いわゆるもう本当のユーティリティというものと、何が違うんでしょうかというところが多分一番の悩みの種だと思うんですけれど、特にこの UDI に関しては、正直に言ってしまうとアイアンです。なのでロングアイアンがまず打てることがきっと大前提になります。で、ロングアイアンが打てる、いわゆる自分のセットの中で3番アイアンとか4番アイアンが打てるんだけれども、もうちょっとだけボールが浮いてほしいとか、そういうところかな、もうちょっと飛んでほしいとかいう方に合うのがこういったアイアン型ユーティリティの細いやつで、このモデルだとちょっとボールが浮かないな、全然ユーティリティな感じしないよってもしお感じになられた方は、こっち側のちょっとポテッとした DHY っていう方を使うと球もとっても浮きやすいです。正直同じロフトだとするならば、1.5 倍は言い過ぎかな、でも 1.25 倍とか、1.5 に近いぐらい球の高さがこのポテッとしている方が浮いてくれます。逆にね、こういったちょっと細身の本当にロングアイアンと変わらないような、見まごうようなあのアイアン型ユーティリティっていうのは、もう本当にアイアンにちょい足しでボールを浮かせてくれるとか、球を飛ばしてくれるとか、ちょっとスピンを減らしてくれるっていう機能がついているっていうふうに感じてもらえるといいんじゃないかなと思います。割と僕こういうの好きですけどね、ロングアイアンをあまり苦にしないので、こういったアイアン型ユーティリティ使いたいなと思うんですけれど、でも実際こういうちょっとポテッとしたのを見るとコースに行った時にちょっとこう楽そうだなって感じるので、現実はこういうのを使うのかな、またはもう本当にウッド型を使うかなっていうふうに考える、そんな、僕も悩みどころなセッティングになると思います。使っていい方悪い方って言い方ですると、もう本当にロングアイアンを打つことが好きな方、ロングアイアンに苦手意識がない方だけど、もうちょっとこうちょい足しして助けてほしいっていう方は、こういった UDI 使っていいと思います。逆にユーティリティに求めるものは、球の上がりやすさであったりとか、お助け感であったりとか、困った時にまず距離を稼げるクラブっていうふうに考えている方はこちらの DHY みたいなクラブ、またはもっともっとポテッとしたウッド型のユーティリティをお使いになるといいんじゃないかなと思います。なのでウッド型ユーティリティのメリット、アイアン型ユーティリティのメリット、この2つの、ある意味ちょうど真ん中を叶えてくれるのがこの DHY かなっていう、そういう位置づけなんじゃないかなと思います。基本的にはやっぱ UDI、 これはある程度打ち込めるというか、入射角、いわゆるダウンブローっていう感じでアイアンが打てないとボールが浮き切らないと思います。あまりアッパーとかで打つクラブではないかな。で、対してこちらの DHY とか、もっと言うとウッド型のユーティリティはある程度レベルに振っても、そんなにこう上から極端に打ち込まなくてもボールが浮いてくれるのがこのクラブの機能かなというところなので、打ち方としては基本的にはアイアンをビシバシダウンブローで打ってくださる方はこちらの UDI もうすぐ使えると思います。で、この形状的にね、球上げてくれるとか、強い球になるとか、ちょっとスピンが減るとか、アイアンライクなんだけどアイアンよりちょっとちょい足しの性能を感じやすいのがこちらで、なかなかそのアイアンをうまく打ち込むとか難しいんだよね、コースでなかなかターフが取れないんだよねという方はこちらの DHY を使ってあげると、多少払ってあげて入射角がシャローにちょっとこう
上から強く打ち込むターフ取るではないんだけど、ちょっとアッパー気味でもちょっとレベル気味でも、こちらだったらボールが浮いてくれるかなっていうことを実感できるんじゃないかと思います。まとめると、アイアンで攻めたいだけどアイアンでもうちょっと助けてほしい、そういった方はこの UDI、 ウッド型ユーティリティの方が優しいんだけどでもアイアンっぽいラインを出したいっていう方はこちらの DHY をぜひ試してみてください。もちろんね、ウッド型ユーティリティの方がいいっていう方もいらっしゃると思うので、そこはもう本当に試座をしながら試していただくといいと思います。ただやっぱりこのアイアン型ユーティリティの方が、アイアンと同じような顔の形状で構えやすくて、ラインが出しやすい、アイアンが好きな方からしてみたらこういったものの方が実際コースでは狙えるんだっていう方は、ぜひこちらのアイアン型ユーティリティを試していただけるといいんじゃないかなと思います。